バリグブラジル航空820便墜落事故とは、1973年7月11日にフランスで発生した機内火災に伴う航空事故である。パイロットは不時着に成功したが、ほとんどの乗客が犠牲になった。事故機と同型機のボーイング707、1973年7月11日、バリグブラジル航空820便は、 ブラジルのリオデジャネイロのガレオン国際空港からフランスのパリのウルリー空港に向かう定期便であった。便は大西洋を横断し着陸直前まで順調な航行を続けていた。午後2時58分にキャビンで火災が発生したと緊急事態を宣言する通信が入る。緊急着陸の準備が進められたが火星が強まり操縦室の景気類も見えない状態となったため 機長は滑走路にたどり着くことはできないと判断、空港手前5キロメートルの地点に不時着した。不時着の際に足と左翼が接損、エンジンは脱落し、そのまま5 0 0ル暴走した後に炎上した。迅速な救助活動が行われたが、この事故で乗員17名乗客118名の135名のうち124名が犠牲になった。犠牲者のうち、 シートベルトをしていなかった航空機関士のみが外傷による死亡であり、その他123名の死因は火災で発生した一酸化炭素内視有毒ガスを吸引したことであった。なお、生存者の内訳は乗客1名と乗員10名である。火元は客室後部右側のトイレの洗面ユニットが疑われたが、具体的な原因は特定できなかった。 乗客によるタバコの不始末ないし電気系統の欠陥と見られている。トイレ付近の備品が燃えやすかったことが原因の一つとして、連邦航空局は、耐火性ゴミ箱の設置、可燃性物質の排除、トイレ内の喫煙禁止を乗客に周知させる仕組みを求める改善命令、AD74 から08から09を発令した。その後、トイレ内の可燃性物質の排除、 トイレ内への煙探知機の設置、万が一喫煙した際に使用するための灰皿の設置、耐火性ゴミ箱の設置が世界各国で進められた。またこの事故のケースは多くの航空会社でトイレ内の喫煙の危険性を周知させるためのモデルケースとして使用されている。820便の機長の操縦は適切であったとされた。 彼は1979年1月にボーイング707貨物機を操縦中に日本近海の北太平洋上で消息を絶った。ありがとうございます。